フィリピン作戦は太平洋戦争で日本軍が実施した南方作戦内の作戦の一つ。陸海軍中央協定で定められた作戦名称は M 作戦。日本軍が計画していた南方作戦の攻略目標はフィリピン、マレー、ジャワの3つが柱になっていた。そして資源地帯のランインの中心ジャワを最終目標としていた。 マレーからの左回り作戦とフィリピンからの右回り作戦の2本立てでジャワを目指す作戦である。フィリピン作戦は南方作戦陸海軍中央協定において作戦名称を E 作戦と定められた。フィリピン作戦の計画は北ブルソンに一部を宣言して飛行場を獲得し約150機の敵航空勢力を撃滅して主力を上陸させることを初期作戦とする。 航空撃滅戦の期間は約2週間。ダバオは敵機の退避を防止し、乱印作戦の関門としてこれを抑える。作戦目標はバニラ戦領。1941年8月9日、日本陸軍は対英米戦準備を促進する方針を立てて南方作戦の準備に取り掛かった。日本海軍はすでに対米作戦を主体に軍船名を充実して、 準備を進めていた。南方作戦は、主源地帯のランインの中心ジャワを最終目標とし、対米作戦を重視する海軍はフィリピンを先行重視して右回りする作戦を主張し、米英下軍を期待していた陸軍は、マレーを先行重視して左回りする作戦を主張した。左右の作戦は、並行して行われるが、どちらを先行させるか、あるいは、 両方同時に攻める日本立て化が問題であった。米国主力艦隊の来航に対する擁撃決戦を主軸とする海軍と海戦初期における米国との戦争の回避を考え、対ソ作戦への発展を有助する陸軍との間に根本戦略の相違があった。南方作戦はマレーからの左回り作戦とフィリピンからの右回り作戦の日本立てでジャワを目指す案となって、 1941年10月29日までに陸海軍中央島水部における南方作戦の計画書類の策定が終わった。1941年12月8日、太平洋戦争の海戦壁頭、フィリピンに対する航空攻撃は理想的成果を収め、翌9日は天候不良のため十分な活動ができなかったが、10日には第11航空艦隊が マニラ周辺航空基地及び海軍基地を攻撃し、米航空戦力のほとんどを壊滅したため、先遣隊の上陸は大きな航空被害を免れた。20日、ダバオ攻略部隊は大きな抵抗を受けることなく、上陸に成功し、ダバオ市を占領した。1942年1月2日、マニラを占領。その後、バターン、コレヒドールを攻略。5月下旬、 ビザやミンダナオ方面の米軍が武装解除し、日本への組織的抵抗は終了した。1942年5月18日、南方軍は南方作戦の完了を宣した。ありがとうございます。